ビーチキャッスルの狩り。さあ、ということで始まりました。ピーチキャストのラジオ仮のお時間です。このラジオは毎週水曜日の夜の7時から8時まで楽しく1時間お送りする番組です。はい、お相手はピーチキャストする毎週のショート。ピーチキャストするの、最近、喉が痛くて、右側の喉が、なんか、腫れてるのかなと思って、耳鼻科に行ったら、何も異常はないと言われて、本当のガチで今ビビってる。私です。いや誰私ですよ。トーバルです。はい、よろしくお願いします。お願いします。なんで喉痛いって言ってたけど病院って、いやそうばよ、なんか原因がないみたいな、扁桃腺とかでもなくて、じゃ腫れてないらしいな、何も。怖っ。でも、なんかまあ気になってるかなとか、まあたまに治って痛みがあってとかあったら、まあちょっと使いすぎかなとかあるさ。ずっと痛いからね。怖っ。しかも、喉のこちら全体的に痛いとかじゃなくても、右側だけ、何かしら絶対異常あるからね。なんか刺さってるとかではないか。あ、魚の骨だろ。そう言われたばよ、とかの違和感ではない。じゃ、言われたわけ、骨も刺さってないって。どこが異常だわ、これめっちゃ怖いんだけど。あーって今声出さ、声出してないときは痛くないわけよ。あーって出してさ、ここら辺やつなんか。めっちゃ喉仏の横らへんか。これ怖っ。じゃあ何の薬とかそういうのも出してもらえず。一応今の、まあ一応なんか抗生剤と炎症、だから炎症があるのかなみたいな感じで、だから炎症、なんか抗生剤飲んで、これで治ったらいいですねみたいな感じだから、治らんかったらまた来てくださいって言ってるけど、ちょ、もういよいよ本当に大手の病院行こうかなと思って大手の病院ね、大きいところの、もう町のなんかその耳鼻咽喉科とかじゃなくて、耳鼻咽喉科というかもうクリニックじゃなくてちゃんとした病院へ行こうってこと。そうああ、いいねいいねじゃないよ。いや喉がなんかいいねって適当に合図すんの。いやいいねっていう話題じゃないだろ。いや大きいところに俺だったら真っ先に行くやつさ。じゃあそれは分かるんだけど、今の合いの手の話してるわ今は。いやだから大きいところに行こうかなって、いいねっていいねじゃないさ。いい話題かこれ。いい話題ではない。お前は何でもいいねするフェイスブックの野蛮人か。いや俺そんないいねしないけど。そこじゃない。いや分かってるよ。いや野蛮人もないし。いやだから大手に行った方がいいよっていうことで、いいねってことよ。話できんやつさこいつだけ。いやできるよや。イラつく。そんなイライラするな。牛乳飲んでるかお前。いやまたや。カルシウムデージ不足してるよ多分。いやめちゃくちゃ久しぶりじゃないですか我々。7月に入ってからも、だって吉本沖縄花月が閉館して、どうですか最近は。何か変化ありました。じゃあおい、いやいや、あなた変化ありました。何か。何もないですよ。何もない。何にもないの。なんかちょっとお前あるば、そんな変化ありましたって聞くぐらいなんだ。いやいや、バイトをやったよ。ああ、久しぶりのド炎天下の中。まあそれはな、お化け屋敷が恋しくなった。本当に嘘つくな。マジで恋しくなった。あんな真っ暗闇で、わがままだなお前っていう人間は。なんか暗闇でどうのこうのちゃうじゃん。みんな文句言ってさ、なんだばこれみたいな。俺はそんな言ってないけど、ね、まあ巷ではなんか芸人さんとか言ってさ、暗いところで2時間も閉じ込められてとか、外に放り出されるし8時間溶ける1週間分の汗かいた。お前しょっちゅうそれ言うよな。本当にビビった。多分お前2時間もできんと思う。じゃあ俺はやらんだから。あ、そうか。そういうやつは。そういうやつはやらんの。まあ。じゃあ、聞いた俺が間違ってた。非常、もう、分かってる。いや、マジでびっくりしたやつさ。俺、こんなにも、外の仕事に離れて、いざやった時に。仕事に離れて？じゃあ、要はなんていうの、この、俺も建築業とか、仕事から離れ、やってたけど、こんなにも離れて、いざ急にパッてやって、体力の自信あったばって。まあまあよ。とんでもない。びっくりした。本当にびっくりした。十字じゃ三字じゃが薄政大事って気づいてさ。というと、朝の要は8時半から作業が始まるさ。じゃあ10時に1回休憩が入ればいい。あ、なるほど。なんで。いや、じゃないともう無理。でも1時間半と思うさ。ビビる。そう、これないまんま12時休憩まで迎えるのかって考えた時マジでゾッとした。
はあ、じゃあ10時で休憩あるの？そうそうそう、あのでもあれ1時間とかではないよ、要は15分とか20分とか、あちょっとなんか、梅干し食べたりとかお茶飲んだり、まあ、タバコ吸ったりとかゆんたくする、要は休み時間よ、授業の間の10分ぐらいの休み時間、 あれがめちゃくちゃ大事やさ。あれあるのとないのではもう全然違う。1時間半頑張って、じゃあ10時半、じゃあそっからじゃあまた1時間半頑張ってようやくお昼だねっていう。ああ、そうなんだ。そう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 。で、お昼で1時でしょ？で、1時間1時間半頑張って。いけるだろ、12時まで。いや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 、本当にビビるってば。マジでお前、舐めない方がいい。いや、舐めてるっていうよりか。本当にビビった。そう？で、引っ越し屋のバイトだったばって。はあ、あじゃあ余計いけるでしょ。だってさ、いや体力使うのは大変だよ、大変だけど、うん、だって建築関係のお仕事されてる方はさ、方はもう、うん、そのままやってるってことでしょ、うん、やってるやってる。お前それに比べたらお前、いやでも俺も建築関係の方々はさ、うん、一生懸命やってるわけだから、やってるやってる、頑張ってるよ。でも俺だから引っ越しのバイトって聞いて、うん、家からなんか荷物を出してトラックに乗せて運んでまた別のお家に運ぶのかなっていう、みんな世間一般が思う引っ越しと思ってたわけ、うん、そしたら会社の廃墟でもう使わなくなった机だとか棚とかなんかいろいろなゴミを仕分けて外に出してほしいっていうので、うん、もう引っ越しとかではないわって、もうもはや、うん、産業 廃棄物係みたいな。ああなるほどね。でなって、で俺まあ、ああじゃないんだと思って、大丈夫やっすわと思って、うん、パッてやってたら、うん、室内が尋常じゃないぐらい暑いわ。あそんなに？そう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 。でなんか実験で使われてた会社っぽくて、うん、なんかこの動物とかをなんかこの実験って、だからもうバイオハザードとかのマークがいっぱいあるわ。嘘だろ。壁になんか貼られてて、あれってここはなんだみたいな。いや怖。なんか要は家畜細菌検査場的な、なんか飼ってる家畜にちょっとなんか予防接種とかして、うん、大丈夫ですよっていう検査をするところだと思う。なるほど。でそこだからこの薬品とか結構いっぱいあるわけよ。なんかで全部廃棄してくださいって一応書かれてはいるんだけど、うん、素手で触ろうにもう触りたくないさ。オキシドールとかある、なんか親しみやすい名前のとかじゃないよ。え？ペネロングロロンポンとかなんか全くわからないような。それはお前嘘だろ。いや今のは適当に言ったけど、ぐらいのなんか薬品とかいっぱいあるわ。 でそれを全部もう後輩芸人のオーシャンの領事と、あと同期の利根川ホプキンスの又吉、3名でこうずっとこうゴミを仕分けてたわけよ。ずっとガシャンガシャンって割ったりとか。で俺と領事はコンビだったわ。だけど朝の朝礼の時点で又吉が急に、うん、じゃあ、君はこっちねって言われて急に肩叩かれてまず3名バラバラになったまで。で俺と領事はペア、うん、で又吉が1人で作業入ってて1時間ぐらいした時に俺又吉の姿が全然見えなかったまで、同じ現場なのに、うん、あれと思って、すいません今日あと1人来てた従業員の方ってどこにいますって俺がその近くの人にいたから、ああうるましに行ったよ。那覇から急にうるましに飛ばされて、あいつ4時間ぐらい一人で作業してまた戻ってきてるわって。やば。でそっからまた4時間俺らと一緒に作業するっていう。あ戻ってきてからやろうってね。やつだわって。だけど又吉がうるましに行ってた時はクーラーの中で作業してたらしいわって。ああいいやし、めっちゃ楽ばってあいつ。おで帰ってきてからの4時間、ここは地獄なのかとか言ってめっちゃもう絞れるぐらい汗かいてからピシャーってうるましに行きたいとか言ってずっといやダメよダメダメダメとか言ってその作業があったばってもその一日をやって、あ日払いかなと思って、しかも日払いじゃないしよ、やばいな、ビビってよ俺あの日払いっていう話だったば。いやっていう雰囲気じゃなかった、なんかっていう雰囲気かなと思ったわけよ。じゃあ雰囲気かい。じゃあないの別に。じゃあなんか LINE グループでなんか明日バイトがあります、ニット1万円です、できる方、ああってきたらなんか雰囲気日払いっぽくない？雰囲気はな、うん、あじゃあやるってなってやったがもう最後よ。後日払いますんで、その後日がいつかも分からず途方に暮れててマジで。まだ来てない？まだ来てない。あじゃあもうないな。いややめてマジで、マジでやめて、ないのは、ないのは本当にきついから。びっくりする本当に。であとはあれか、
もう少ししたら海のバイトもやろうかなと思ってて、このバナナボートとか乗る人たちの待ち時間にこうなんかベストつけたりとかで話をつないでおくみたいな。で朝から夕方ぐらいまでだったかな、これでなんか大体日当が 7,8 千円ぐらいだったかな。でそれをやろうけ、そうそうそう、今月あと10回やって来月7万もらうやつだという。に、はい、日払いを、日払いをだって考えれ、ハッピーな早い感じでよ、給料やばいことになるよ2万か3万ぐらいになるよどう恐ろしいよ、本当に本当に恐ろしいことになるよ。なんか誰かね、うんいないっすかね、何がニット5万出すよみたいな、やば、薄まさ危ない仕事と思うよわけのわからんリュックをどっかに運んでいくような感じだと思うよ。いや5万は安い、それはそれで5万は安い、安いよ、中は見ないでね、とりあえずあの絶対見るやつだもん。いや見るよな、見るよな絶対な。なんかよくこういう仕事ってなんか雑誌とかなんかあるさ、なんか危ないバイトとかって、中は見たらダメだよって言うけど、見ない人っているわ。あーどうだろうな、見て一応本当にやべえと思って途中で逃げ出すとかなのかな。あー逃げ出すのもちょっとまずいけどね、うん、運び屋で5万安いな、安いよ。俺鍵ついてても開けてしまいそうだね。いやそれはダメだろ、アタッシュケースとかもお前開けるってこと。だからもうそう開けちゃいそうなんか我慢できなくなってよ怖っ。いやそんな、なんかそう、そうグーって我慢できなくなるって気があるからさ。あーなるほどな。あの前テレビでやってたんだけど、コインロッカーがあるさ、コインロッカ ー、 あの100円とか200円とか、あーはいはいはい、開かずのコインロッカーが東京にめちゃくちゃあるらしいわって。でそれをもう期限が結構経ってるから、芸人さんがこう開けて中に何が入ってるかを調査するっていうので、ああはいはいはい、でなんか、まあ、結構なんか危なさそうなものが入ってそうなイメージあるやし、コインロッカーって。まあまあね、うん、だけど、まあ、いざ開けてみるとなんか家の中で使わなくなったこの要はコンポだとか、そういうなんか粗大ゴミ系を中に詰め込んでるわ。おでもうカチャンって鍵閉めて、もうそこはもうノータッチ。だから要は粗大ゴミに出すよりかはコインロッカーの200円ぐらいで済むから、いらないゴミをコインロッカーに全部詰めようということで、あこれが結構なんか問題視されてるらしいわって。なるほどね。そう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 。でもなんか歌舞伎町かどっかのコインロッカーではなんか危なさそうなの出てたぜ。え茶色い包み紙に入ってる、うん、なんか弁当箱的なのがなんかそれ出てきて、まあ多分それはテレビで映してたから多分まあそういう危ない薬系ではないと思うんだけど、何ヶ月か経ったかわからないような、もう一応弁当の中身も全部入ってるわって。もう米とかももう紫色にもうゴリゴリに腐ってて、何なんだろうな。でだから それが結構面白くて、なんか弁当箱が入ってて、であとなんかロレックスの時計とか、おでなんかジャージの上が入ってるとか、なんでこんなもん入れておくのっていうのが結構ゾロ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 出てきてた。へえ。だからなんか沖縄にもなんかコインロッカーって結構あるんじゃない、多分あるのかな、多分あるとは思うんだけど、なんか開かずのコインロッカーを開けようっていうなんかやってみたい気がするけどなと思って。あまあないか、でも沖縄はまあな、ないか、あんまコインロッカー使うっていう人の感じではないか沖縄って。それをまた又吉の絞れる T シャツ入れてくるびちゃ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 のやつびちゃびちゃめっちゃやめたやつ。それで言ったら今日お昼ぐらいに、うん、この俺バイトしたって言ったさ、うん、で肌着とかもめちゃくちゃ汗かいてたわって、うん、だからカバンに入れたくないし。は今日もしたわお前。今日はやってないよ、うん、今日はやってないけど、だからその一昨日ぐらいの話。あでだからカバンに入れるのめっちゃ嫌だったから、このバイクのメットインのところに、うん、こうポーンって奥の方に入れてたわって。でそっから家帰ってもうめっちゃ疲れた、やばい。でお風呂入る、でなんか洗濯物とか作業着出す、うん、でまあ後日経ってもう今日のお昼ぐらいにふとはっってなってやべ、俺メットインの奥から肌着出してねってやばい、やだやべえってなって気がついた時には俺もうめっちゃ怖いわよ。だって3日ぐらい経ってるさ、うん、でバイクも外紫色になってる。いや紫色にはなってなかったわって、開けた瞬間
まだもうモアンっていう匂いはなかったわって、うん、あだからよ大丈夫やっすわと思ってグッて奥見たからもうタオルとこの死にこう塊でグーンってやられてる肌着があってからピーって手前の方に出したわって、えデージ臭いやばい超えた野球部のグローブ超えた、えそうだろお前本当マジでビビったマジでビビった、掴んで持ってくるさ、濡れてるわ一応濡れてなかったわってもうなんかよひょーってもう、いやいやお前ラジオで顔消すいやいやもうあの高麗人参のようなあこのカッピカピになってそういやいや固まってそうそう固まって出して あ固まってるわまだいけるやんにと思ってこう顔近づく瞬間にブワッシャーもう死に臭かったビビったもうそのまんま地球本当は持ってこようかなと思ったわって、はあのバイクの乗ってたし、ああだけどさすがに多分誰も得しないなと思ってえぶち捨てたすぐ捨てたやつだもん、いやー臭そうだな、臭かったわやっぱ汗であんなかいたのをずっとひたすらバイクのメットインの中に入れたらもう大変なことになるなと思って、でも、まあ、そでもたまにあるな、いやあるやんね一応あるあるある、なんかカバンの奥底の忘れてるものとかある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 、マジであるわ、弁当とか、あ弁当忘れてたことまあまああるやつだ俺、うわおにぎりとかな、あある、マジでスポってなんか奥に入って全然取らないとかあるのよねそれ、嫌だなあれは、うん、いやまあいいや、まあ捨てたからもう一旦クリーンということで、またでもその場合とやればいいし、トーバル二度とやらないいやなんでよ本当にあのうんダメだった、右腕なくなるかなと思ったやつ本当に、理科室の理科室にありそうなあの実験テーブルとか運ぶんだよ、あうっすまさ重たいの嘘だじゃあうっすまさ重たいあれ何名で運ぶわ、2人2階から1階、1階から外へ、階段とかやばいよ、ふいーとか言ってもう投げるこれとかスルスルスルって投げれるんだっていいさ、だけどどうせ階段だからなんていうの持たんといけんばで、はい持って持ってとか言って、はい回るよ回るよとか言ってずっとドラゴンボールのご飯状態、締め付けられてるご飯の状態これとか言って、へーあーもうびっくりした、久しぶりに全身筋肉痛したのに本当に本当にびっくりした、当てっかいだけやろ、本当にダメやつさあれマジできついマジできつい、またよしはやりたくないってそういやずっと言ってたあいつこんなんじゃないと思ってた今日またよしに電話してみようぜ、電話してみる、今日またよしに電話してみよう、またよしに電話があったかな、なんでわからんばやなんかわかるかなって、なんでわからんわかるかな、ちょっと待ってよ、あでもどういう状況だったのかっていうのは聞いてみて聞いてみたいな、ちょっと LINE で電話しよう、はあ受ける、受けたやつさマジで、またやつはマジ受ける、領事、王者の領事も後輩で一緒にやったんでしょ、あやったやったやった、領事はじゃあ普通だったんじゃね、うん領事も結構バテてたよ、しかもあいつはアホだからジーパンできてるバテうち大体分かるやし、作業着とか、うん、もう長ズボンだけど薄いやつとか、ゴリゴリのファッションを意識してんのか分からんけど、ジーパンできてるばって、脂肪、ジーパンとか薄まさ汚れてる。取るかな、あいつ。もう取らせないと。なあ、取ったらめっちゃいいんだけどな。ああ、取らんかな。それあれもしかしてあいつやってるバイト、もしかして、やってるかも、あ電話番号あるよ俺、ある、うん、で LINE で電話番号今言うからさ、いや待って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 いや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 もういや乗ってる乗ってる、いやいやいや本当に ラジオで流そう、あ本当、何番090-9478 はい、ここまでだな、ここまでだな、さすがにさすがに、OK 取るかな、いや又吉も多分俺の番号知らないと思うんだよな知らないと思うから、多分知らない番号って取らなさそうだけどなそう、お前ぐらいじゃんば、嘘知らない番号取らんやさ、え、あ出ないな、お前だけじゃんばする、で電話かかってくるだろ絶対、来るかな、
まあじゃあ残しとくか。オッケー。ダメだ、取らない。あら、多分何かしらの仕事をしてるんじゃないですかね。なんか何かしらの仕事って、うん、デジマジ出てほしい。あの話聞きたいやつさ、話聞きたいやつさ、めっちゃ聞きたい。俺はあのうるま市で一体何が起きたのかが。なんで結局何時までだったか、そのバイト自体は。5時ちょい過ぎぐらい。ああ、いけるね。じゃあまあまあ遠原は多分やらないとは思うけど、お前は多分お昼の時点でもう逃げ出してると思う。いや逃げ出しはない、もういいですよ。はいはいはい、それでは一曲お聴きください。ケツメイシでカーニバル。あ、レディーズ、レイボーイ、よそ見しないで、バッサ、みんな騒いで。もしもし、もしもし、待ってよし、今電話大丈夫？もしもし、手を裏つせ、イエイエイエイ。全然、え、繋がってないか？全然繋がって、あいつ電波弱いのか？始まる一度限りの愛。おいらせせい、おいおいおい。え、なになに？不具合が。考えて、考えて、考えて、ジャンパー。お疲れ。又吉、ピーチキャッスル前城です。今電話大丈夫？後からまたもう一回かけてもいいよ、俺から。うん、大丈夫。はい、はい。失礼します。今のうち写真をお願いします。はい、ありがとうございます。やばい、めっちゃヘッドホンが。はい、はい、チーズ。ありがとうございます。いいです。Carnival. Carnival. She eats it okay. Boy, boy, let's say, boy, boy, boy.の踏み沈む初めしかったらそれだけで一年先までの前後で集まったらこれだけのパワー大地の踏みでいるララ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 ラLa la 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 la
ペース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 。はい、さあということで引き続きピーチキャストの狩りお楽しみください。はい、お願いします。先ほどトネホップトネガーホップキンスの又吉からですね、ちょっと着信があったんで着信があったんでちょっとかけてみようかなと思うんですけども、ちょっと話聞いてみましょうよ。はい、なんか、まあ、ちょっと待って、その前のプルルルルルって何？プルルって何？電話なってるけど、プルルルルルルルってしっきもいんだけど。それは分からんやつだ。じゃあお前、今言ってたさ、今。電話しよう。うん、なって、プルル、プルル、プルルって携帯が鳴ってた。その時お前、プルルルルルって言ってさ、しっきもいんだけど。言ってた。しっきもいんだけど。マジで無意識やつ、俺。は？やばい。行かれてんのか？行かれてるやん、多分。マジで分からんけど。マジで行ったの？言ってた、俺。怖い、マジで怖い、俺。じゃあ本気で。いや、こっちのトゥトゥトゥ万人には知られてないけど、うん、なぜかツイッターで10万人ぐらいいる、うん、知名度のないモデルかも。いやいやいや、なんだわや、さっきからその SNS の例えはいいねから始まり、あれやし、たまになんか、ね、全然知らんやつがツイッターのフォロワー10万人ぐらいやばくない、あれ。いやいやいや、お前いるけど、あれ何、いや分からん、それは相互フォローかなんかやって、めちゃくちゃテレビ出てる先輩のさ、うん、芸人の先輩とかでさ、はいはい、フォロワーが5万人とかでさ、うんうん、いやめっちゃ出てるんだよ、めっちゃ出てる、で、うん、なのにもうなんかモデルのツイッターとかさ、うん、なんかいや、ま、誰みたいなのあるじゃん。いや俺らが、ま、疎い方とかじゃないけどさ、疎い方じゃないけどフォロワーが20万人ぐらいいる場合ない、いる、あれ何番マジで、あいつらは本当にお前それと一緒だよお前、やばいな、キモいからね、イカれてるなお前。ちょっと待って、ずーっと前出した、あーごめんなさいごめんなさい、トネガーホップキンスの又吉さんです、イエーイ。又吉、おう、どうした、ごめんな、ちょっとモデルの話にちょっと脱線してしまったんだけど。ああ、いいんだけど。いや、わからん、お前も。はい。な、今、俺が今話してたの聞こえた？まあ、ちょっと。いや、え、な、名前、ない？なんでこいつが20万とか10万人いるんだって言ってきない？え？な、なに？ダメだ、全然もう聞こえてない、多分。いや、言って言って。いや、なんか、インスタとかツイッターとかで、全然知らないモデルが、フォロワー20万とかいるやつがいるさ。あ、まあ、たまにいるね。うん。あれについてどう思うのかなと思って。ちょ、意味わからないじゃん。あれはもう意味わからない、まあ、まあ、意味わからないけど、まあ、僕が、ただ、知識がないだけで有名なのかなっていう感じに思ったよね、僕は。おー。そんなことはない。いや、そんなことはないとかないから。いや、そういや、そういうもんなんじゃないわ、だから、そのモデルが。なるほどね。そうそう。ちょっと、又吉、話聞きたかったんだけど、はい。最近、一緒に、アルバイトしたでしょ？っていうか、まず、今何してるの？はい、うん。あ、今何してんの？今は、家で、ちょっと、夜に、ラジオがあるんで、そのコーナーの、まあ、クイズ作りというか。あ、なるほどね。クイズ作り？え、はい、ラジオは何？トネガーホップキンスとして？いや、トネガーホップキンスと、あとピン芸人の知念隆。あ、なるほどね。休みやしじゃん。休みじゃないよ。休みじゃないから。休みじゃない。とね、仕事として。いや、はい、違います。又吉のラジオとか聞いたことないけど。いや、まあまあまあ、あんま喋ってませんけど。喋ってないの？じゃあ休みさ。あんまりね。あんまりね、喋ってはいるけど。あんまり、うん、あんまりってことね。まあまあいいや。最近アルバイトしたでしょ、一緒に。はい。あれもう、どうだった、あれ。あれね、そう、二度とやりたくないな。じゃあ俺、めっちゃ気になったんだけど、はい、午前中又吉、俺らの現場とは違うところになんか行ってたさ。あ、そうそうそう、うん、そう、あれどこに行ってたの、あれ。あれね、
まあ、車に乗せられて、うん、まあ、うるま市の研究所の方に。やった、なんだわ、さっきから、その、研究所とか、なんか、施設とかみたいな。いや、研究所だ。怖いわよ、そのバイト。研究所の方について、なんか、うん、瓶に、大きい太文字で、細菌って書かれてた瓶を運んだり。大きい太文字で、細菌って書かれてたわ。そう、細菌って書かれてたり。お前がそれ、処理したらダメだろ。あったんですよ、そういうのが、はい、危険だな、ね、それを若尾さんだ。で、午後から那覇に多分一緒に合流したんだよな。あ、そうそうそう。で、なんか又吉めっちゃ棚とか机とか運んでたよな。そう、めっちゃきつかったよ、俺。なんか嘘でしょ、3人芸人いてね。きついっていうのも、だから芸人のオーバーリアクションでしょ。いやいや、もう、なんていうの、もう、喉が渇きすぎて、脱水症状の初期段階というか。え、どういうこと、みたいになってんの、本当に。どういうこと、どういうこと。なんか、意識が朦朧とというか。しかもなんか、それぐらいまで、キーパーがあったわけよ。おうおう。で、キーパーに、あ、水飲めるやつ。そうそうそう、麦茶とかが入ってて、部活とかで使うやつな。そうそう、その横になんか塩分チャージ的な喉飴、飴玉が置かれてた。おー、いいやし、いいやし、脱水症状を防ぐために。おうおう。で、俺と領事はもう3つぐらい一応食べてたわって。おうおう。そしたら又吉急に、こんなのあったんだとか言って取ろうとしたら、もうその飴玉全部ないわって。あれ、まだ食えると思った。いや、もう本当になんかオアシスというか、あ、なんか元気になれると思ったもん、服用見て。やっぱりでもこんなのあったんだ。で、袋に手入れた瞬間にないって、もう吐きが一切ないわって。一応又吉は多分あの3人の中でも一番きつかったと思う。え、なんで？俺と領事はなんかこの仕分けだわけよ、燃えるゴミ、燃えないゴミ、とか薬品とかの分けるのを2人でずっとなんか瓶をこの大きい袋にこう割りながら入れていくとかだったけど、怖っ。なんか最近入ってるんじゃないか。いやいや、入ってるよ、入ってるのもあるし、なんかこうパリンパリンって割っていくわ、なんか注射器とかもうビーカーとかいろんな空っぽんとか新品とかよ、全部廃棄って書かれてたから、もうガッシャーンってもう全部投げても割るぐらいの勢いだったけど、ああ、その横でずっと又吉は2階から理科室のテーブルをずっとひたすら運んでたまって、かわいそうだったんですよ、こいつマジで。そう、ずっとやば、知らないおじさんとペアになって。でも、あの仕事バディさ、バディ仕事終わり、こいつなんかめっちゃおじさんと仲良くなってるわ。ああ、いいやし。でな、最後のミーティングの時とか、なんか結構お前なんか喋ってなかった、なんか。ああ、なんかまあ、いや、きついっすねみたいな感じで、本当に雑談を。なるほどね。させていただいて、はい。じゃあ飲みに行ったらいいじゃん。いや、飲みに行くのはちょっとまだ早いですね。ちょっとやっぱりまだ一緒に運んだだけの関係なんで。はい、いや、だからこっから仲良くなっていけばいいじゃん。うん、飲みに行ってさ。いや、まあそうっす。ね、番号交換か LINE 交換かなんかやった。そうですね、ちょっとでも二度とやりたくないんだな、仕事。いや、でもせっかく出会ったのも縁だし、番号交換してないんだったらやっぱもう一回働いて、いや、あと一回行ってほしいな、行ってな、なんか仲良くなってきてほしいんだけどな。そうですね、一応今回このバイトやってみて、うん、あの早く売れない、売れないといけないなと思いましたよ。やっぱり。いや、まあ、いや、それはみんな思う。これはもう早めに売れないといけないなと思ったわ。より一層、より一層感じた。はい、より一層感じました。それ、お前たちがヒーヒー言ってる姿マジでツイキャス。しかもこいつ受けるのが、うん、なんかトロフィーとかガスマスクとかもあったわけ。最初で受けるのかって言うんだ、芸人なのに。いや、ごめんごめん、怖っ。あのもらいたいってなって、うん、もらいたいってなって、うん、なんかその業者の人に言ったら、いや、なんか面白いことやったらあげるよってなって、
え何をもらいたい？トロフィー。あーなんかコントかなんかで使いたいんだ。あで最後の最後仕事終わってすいませんこれもらっていいですかって又吉が聞いたら、まあ、そこのちょっとなんかリーダー的な人が あいいよじゃあなんか面白いことやってやってって言って、おまあまあイライラするノリさ、あまあね、うん、いやし別にあげればいいさってなさ、そしたら又吉急に何を思ったか分からんけど、じゃあちょっと前城も使っていいですかって言って、おあり地獄の中に俺急に引きずられて、はい、怖い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 何やったのかなと思ったら急に何やったのお前もやったんだじゃあこれこれやってって言われて、あのライズアップの音楽をやってほしいってなって、ああなるほどね、で俺が横でずっとプーチ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 ペーペースケペーペースケペーペーって言ったら、またよし回りながら右腕がトロフィーになったっていうのを表現してんだけど、周りにいるオーディエンス誰一人気づいてない待て、ああなるほどね、で俺が最後いや右腕がトロフィーになってるって言って、うっすまさすべって帰ったやつさ、死にいや一応又吉俺この恨みは忘れんからよ一人で解決できるのをなんで急に俺を名指しできたのかなと思っていやそれはもう本当に申し訳ないっていう気持ちと同時にざまあみろっていうのもあるやっぱり一緒に滑ったっていうまあなじゃあもう優しいな、でも又吉もやるんだからまあね最後の最後でどうしようってずっと、じゃあ違うよ、またよし、じゃあ優しい人たちがいるから、うん、そういうことやるんだよ、うんうんうん、まあ、じゃあ俺これね、うん、もう言わないけど二度と、うんうん、炎上するのが怖いから、うん、しないよあのよしないよ、いや自分どのぐらいのレベルでやると思ってんだよするわけないよあのよマジあれだから、この面白いことやってっていうのってよ、うん、もうなこれ職場に関係ないからよであとこのもしさ自分がさ、うん、なんていうのキャバクラで働いてる女の子とかさ、はいはいはい、ストリップの子とかだったらさ、はいはいはい、ストリップ劇やってって言ってるのと一緒だからよ、あちょっとなんか脱いで踊ってみてって言ってるのと同じでしょ、ああそうそうそう、わかる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 よ、で又吉はもうただでも脱いだのよ、うん、だからもういやただで脱いだっていう意識はなかったですけども、はいじゃあもうだから、ね、また又吉はもうだからもうあれよ、性に貪欲よ、はい、んもうまたやりまんだよ、性に貪欲、あやりまんなっちゃった、やりまんだよ、あ又吉やりまんとかじゃないっすよ、いやトロフィーが欲しくてちょっとやっちゃったってだけで、いやダメダメダメ、もう本当に、いや俺だったらもういい対処してたもん絶対、いやっていうかまずじゃあ俺に聞いてみ、あーお前に、うんうんうん、あじゃあトロフィー、あーこれトロフィーもらっていいっすか、あじゃあなんか面白いことやったらあげるよ、あじゃあいいですいや一応本当にそれが正解と思うばって俺も、まずトロフィーを欲しがってるこいつも多分アホと思うわ、あでもなんか小道具に使いたかったの何かしら、いやまあそうですね、はい、ちょっとなんかいいのができるどういうネタは分かんないですけど、はい、多分俺の予想この1年間でこのトロフィー使ってるコント一本もできないと思うトロフィーとガスマスクとセミの抜け殻球体絶対使わないと思う球体なんか急行セミの抜け殻、バイク見たらこのバイクの前にあるカゴにセミの抜け殻よ、なんか9個ぐらい下げてるば、誰が、またよしが、こえ怖っこいつキモで、その中にトロフィー入れてガスマスク入れて汗びちゃな男が運転してる、やばいやつが運転してるって思われるかんね周りから見たらいやまあまあサイコパスねほんとそう、信号待ちとかで隣にブーンってバイク待ってるさ、うん、急に原付が来てキキーって止まって一応なんかたまにチラッて見れし、うん、パッて見た瞬間にトロフィーとセミの抜け殻薄まさつけてたらどう思う、バイクこいつあれだ、ちょっとイカれてるのがかっこいいと思ってるタイプだあーそっち、またよしそっちなの、何がですか、ちょっと本当にイカれてるんじゃなくてイカれてるのがかっこいいと思ってる、うん、あれだ演出だ、あいやそんな、いやそんなことないよ、ちょっと自分イカれてますよ、それがかっこいいでしょみたいな演出してるだろお前、自分を、
いや全然。本当？ね。だってお前純粋さ。トロフィー元だ。ね、ちょっと入れるところがなかったんでちょっとカゴに入れちゃって。いやだ。みんなが見えるような形になっちゃってましたけど。じゃあ本当はね、こんぐらいさ変なことするんだったらさ。あの面白いことやってって言われた時もさ、うん、どうとか返しとかするはずなのに、うん、あやりますって言ってさ、うん、しっかりライズアップの変わってるっていうベタなさ、うん、分かりやすいネタをするやつなのよ、うん、本当は尖ったネタもせずにだから演出ではあると思うわけよ、はい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 、本当にサイコパスだったら、うんうん、多分あじゃあなんか面白いことやってって言われた時点でそのトロフィーを取って先端をその行ったあの偉いやつの顔面に突き刺さるやばいやばいやばいそれはもう傷害事件になっちゃうそれかもうそのトロフィーはぶち折るとかなあそう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 いやでもまあそう、ね、一応じゃあクリスのなんか面白いことやってってバイト先で言われた時の返し聞くお聞きたい聞きたいうん、あどんなのやんだろういいじゃいいじゃなんか面白いことやって俺がクリあのアリンクリンのクリスっていう後輩芸人がいるんですけど、うんうん、2期下の2年後輩のね、うんうん、その後輩がバイト先で面白いことやってって言われた時の返しねあいいよ、はいはい、はいはいえクリスちょっとなんか面白いことやっていやちょっと何言ってんすかそれ高校生のノリっすよおおおこれあめちゃくちゃイラつかんめちゃくちゃイラつかめっちゃイラつくやつだ言われたらめっちゃイラつくやつあいつもよ人イラつかせるのよ得意番あでもいいや面白い面白いじゃあもうあなるほどそうだな多分又吉が純もうピュアだったそうっすちょっとやっちゃいますね、うん、あのよもう俺はよもう完全に顔芸だけどね顔俺だから一回ガチでやっていいよ俺じゃんああいいよ一回なんか面白いことやっててああいいえトーバル君えなんかちょっと面白いことやってよいやマジっすかいやじゃあ今度ライブ見に来てくださいよそしたらしますようんいやいやいやとりあえずなんかやってよじゃあ面白いことガチで言ってんすかえ買うよやいやいやまあいやガチガチえデジ申し訳なくないよえそんなノリいいと思うのにいやこいつマジで嫌がってるしという顔だったけど今きついやだから本当にお前やばいこと言ってるんだよっていう顔を悟らすよね俺がもうこれえもうなんかマジで言ってんすかこいつみたいないや一応いやいや冗談さ冗談っていう感じの返答しかなくなった今逃げ場が今、はあなるほどなその電話を切ってうん又吉一応明日も募集してるらしいからやろうな厳しいっすねなんでよなんでよなんでよはいさあということで又吉くんでした切り上がった怖いやしさ本当にいやいいですねはい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 ちょっと申し訳なくなりましたけども、はい、いや面白かった面白かったわ又吉面白いかただのサイコパス野郎だったよ一応俺もうずっと言ってたのにこのアルバイト先でも、うん、絶対にいらないってばそんなもん捨てれってずっとトロフィーをあそういうことそうそういらないいらない本当にいらない使わないよっていうそんなにいらんだろじゃあだから何かしらに使いたかったやんにいや違うそれも何も考えてないんだよあいつとりあえずもらってから考えようかなそんなことあるそう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  なんかそのコントが何か考えてるのそんなことあるいや何もないってなってどういうことってじゃあもういいですよまた又吉のね、はい、投稿また次回聞きましょうはい、はい、いいですね、じゃあそれではね、はい2曲目お聴きください嵐でトラブルメーカーえ、なんでそう、え、どういうこと？またよし。え？
じゃあなんで会わない奴らに預けてるか。このサイン、ドゥイドゥイが許しくらい伸びな。お前明日のライン貸した方がいいね。は？秋葉さんの。あ、明らかんでいいんじゃない。あー釣りしてー。まあいいや、明日だ。はい。はい、引き続きピーチキャストの狩りお楽しみください。はい、お願いします。何かメッセージとかは来てますかね。来てないですか、大丈夫ですか。来てないですよ。まあ、ツイッターの方に、はい、ツイッターネーム、SKE48 松浦香里吉沖縄吉本志向田さんからの投稿です、はい、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。こんばんはということで、久しぶりでね。久しぶりだな。ツイッターネーム、ヒーローちゃんさんですね。お、ヤッホーということで、ヤッホー。ヤッホー。トーバルさんの動きエロいなーって、ギシ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 。あ、さっきのね、踊ってた時のか。ヒーローちゃんさんの方がエロい顔してますけどね。ウェーイ。なんかこのアイコン上ではね。あー、確かにね、雰囲気とか、ね、はいはい、ありがとうございます。女性もみんなエロいですからね。いや、それ、いや、その決めつけないでください、そんな。いや、もう本当に女性はエロいんですよ。いや、そうなの。いや、本当そうですよ。あの、あれすごい
派手な格好とかしてる女の子よりも、うん、ちょっとなんかおとなしそうな子の方が、うん、薄まさエロいっていう。まあその説もありますし、うん、あと一人の人とずっと付き合ってる子ほどエロいっすからね、うん、そうなん？そうなんですよ本当に。そうなんだ。いや本当そうなんです。だっていろんなプレイしますから。いやいや、あ、はいはい、その人とってことでしょ。そうそうそう。ああ、まあ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 。非常にエロい。うわ。あ、本当に。はい。お前タンパクっぽいのもんな。ええ、なわけがねえ。性の獣とか言って性獣。怖い。怖いやつさ。汚い。そしてメールが来ております。ありがとうございます、はいはい、ラジオネーム浦添子さんからの、お便りです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ピーチカスルのお二人こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。お久しぶりです。はい、お久しぶりです。暑くなっていますがお二人は体調大丈夫ですか？私は最近お腹痛くなりましたよ。あら、お腹が痛い。あ、俺もねよく壊しますからね。お腹は嫌だな。体調崩さずに気をつけたいと思います。はい、お二人も体調崩さずに気をつけてくださいね、ということでありがとうございます。ありがとうございます。体調は全然すこぶる、うん、僕も元気ですね、うん、僕はもう本当にでもお腹壊しやすいっていうんで言えばね、はいはいはい、本当に相当やばいっすよ。あ、お前はもうよくお腹壊すからな、うん、あ、もうなんでかどっか営業先とか行ったらもう第1号にトイレ行くのお前やし。以上。まあね、トイレから探すさ。ああ、そう、ありがたいだ。いや、まあまあありがたいはありがたいけど俺こんな短時間でこんなにもトイレ行く回数が多いやつ俺あんま見たことないけどな。なんだろうね。ね、分からんけどいや、もうお通じがいいことはまあ悪いことではないとは思うけど、自分でも不思議だよね。多すぎるとまた俺この腸とかに異常があるんじゃないかなと思うけどな。あ、まあそれはもうちっちゃい頃からですからそんなに気にしてはないんですけどね。ああれ、ご飯とか食べたらすぐトイレ行きたくなる。あ、そうなる。俺もそればって喉が痛え今なんで忘れた頃に喉の痛みが急にズキってきたやしまあまあまあいいですよ。あとはもう最近も僕海に釣りしに行ったんですけど、うん、あ、はいはいはい、釣りね。海で最近海でノグソしました。おお、いいね。マジで言ってる、うん、でもしっかりと持ち帰りましたよ。ああ、はい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 。じゃあもうあれか、自分のお尻にだからビニール袋を当てて、うん、あ、はい、いや、それはまあダメっちゃダメだけど、それが多分もしかしたらちょっとした魚の餌とかにもなる感じでもあるんじゃん。何言ってんのお前。いや、なんか何言ってんの。テトラポットの隙間とかで。何言ってんの。ダメだよ。え、じゃあ、ね、お前トイレットペーパーずっと持参してんの。いや、持参してる。やばー。いや、するでしょそりゃそりゃ。俺釣りの間全然便意来ないけどや。え、マジで。うん、全然来ないやつさ。あら、そう。来るけどね普通。本当に行ってる。普通に来る。大丈夫？今月ちょっとした遠出なところに行くけど、うん、その時トイレットペーパー持っていくの？持っていく、持っていくの？いや、持っていくよ普通に。やば。死に写真撮りたいやつそれ。ということでね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。けれどもね、はい、まあまあ来週も19日、はい、また放送いたしますので、はい、皆さんぜひ聞いてください。はい、よろしくお願いいたします。そして8月まだ分かんないですけども、はい、あの沖縄花月、はい、もう一時閉館ですから、はい、また新しくあのオープンしますので、はい、そう決まったら、随時、告知していきたいと思いますので、皆さん引き続き吉本沖縄応援よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、ということで本日のピーチキャスの狩りはここまでです。はい、お相手はピーチキャスル前城翔太、ピーチキャスル東原でした。また来週お会いしましょう。さよなら。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。ヒロチャラグミポコツイン侍さんですね。すごいこの絵文字だね。すげえ。体液交換くらいしましょうって。多分夏の暑いやつの話ね。いや、もう表現の仕方が独特だな。ありがとうございました。表現の仕方が独特だな。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様でした。改めまして、キャン・カズマサと言います。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ヨナミネさんが多分僕 LINE
もう多分いただいてますよ。はい、教えてもらってますんで、何かあったらじゃあ僕の方にキャンさんに、はい、はい、連絡いたします。できれば対応いたします。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。よし、じゃあ、あったかいでいこう。なぜにアプリを、お待ちしてください。